はい、どうも皆さん、なーです。今回は見かけ使っていこうと思います。まあ、見かけっていうかダース・ベイダーですね。今ダース・ベイダーコラボ来てて最高レアリティですね、今回の。いや強い、カンスト余裕で出ると思うんで、今回は見かけ使っていこうと思います。それでまずはここなんですけど、まずここで五条悟を打って、まあ一旦適当にコンボ組んでから、ここで継承とかはまあ最後にやります。ベリアルに継承してる五条武器打ってから、ここでまた適当にコンボ。はい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 。でここでダメージ無効化してるんで食らいませんよと。それでここで御影変身して、はいと。そんでここで闇を9個貯めたいんで9個貯めます。まあ来るでしょう、落ちてこいゾーンあるしね。まあで御影4ターンになったからね、めちゃめちゃ強くなったと思う。そんで激減勝ったなということで、これでやっていきましょうか。今回はまあボスまで行って動画見せるじゃなくて、ちゃんとね勝つまでを見せたいと思いますんで、どうかよろしくお願いいたしますと。そんでここでハイカンストと。ドゥース・ベイダーが強いね。はい、でここで、ま、このおバカちゃんが来ると思うけど、いやま継承も普通に、まあいいか、最後でいいです。はい、そんでここはまあ五条悟のスキルを次で貯めたいんだけど、まあここであと2ターンなんで突破しちゃいますよ。でここのルーレット普通だとデメリットなんですけど、やべ、そうだ、闇を3個消さないといけないんだった。まあこれでいいでしょう。激減だからね、これで余裕の耐えで全然食らえませんと。神秘の次元、まあこれ表神秘なんだけど、裏神秘だとちょっときついんで、さすがに体力がないということで、いやこいつ操作時間も伸びるから、俺みたいなパズル弱者でも余裕なんですよね。でちょっとまあここで激減張れなくても大丈夫です。なぜなら次は先生がないから、ここで回復をしなくても大丈夫ですよと。ここで突破をすれば大丈夫なんですよね。はい、来ましたと。おっ、ちゅー、あっぶね、びっくりした。いやルーレットありがてえわ、逆にあってほしいからね、このパーティーでやると。で回復激減、回復半減なんだけど、これ別に食らわないから、食らうけどなんだろう、そこまでね痛くないんで、このパーティーもともと体力少ないから。あ、それであとね、このパーティーは水がないんで、まあ五条悟とかの三色攻撃発動しない時があるんですけど、まあ大丈夫でしょと、ルーレットで取り出せるからね。でこういう時もルーレットがあれば余裕なんです。しかもこいつはリーダースキルで指が伸びているんで最強ということでいいのではないでしょうかと。うーん、オッケー。いやダース・ベイダークソ強いよね今回。っていうか俺知らなかったわ、スターウォーズコラボも月曜から来ると思ってたけど土曜日からなんだね。ちゃんと情報見てなかったわ。でここはベリアルを打ちかまして、まあ、ここも、まあ、さっきも言った通り回復の四つ消しさえすれば体力なんて間に合うんで、これがちょっと強みだよね。
体力少ないけど激減があるおかげで何も痛くねえ、痛くねえし痒くねえ。ちょっと気をちょうだい。まあまあまあいいでしょ。しかも3コンボ加算だから10コンボ強化が発動しやすい。そして追い打ちもあると。てめえ完璧だ。ていうかさ、俺ずっと思ってたんだけど、見かけが出てきてからずっと思ってたことがあって、こいつって男なの？女なの？なんか今回のセイナのストーリーダンジョンで、まあ、やった人ならわかると思うんですけど、こいつ自分の一人称が僕だったんですよね。だから男かなって思ったんだけど、見た目すごい女みたいじゃないですか。どっちなんですかね。これなんか紹介あんのかな。気になって仕方ない。んでここはですね、あいつ荒木くんに貯めてる、荒木くんに継承してる、ゴアマガル武器があるんで、ここも L 字解除でロックは降ってきませんと。でこのパーティーの弱みね、ロック解除がゴズーサトルのスキルしかないんで、ちょっとね盤面ロックされたらルーレットでしか取り出せないから、そこがきついね。このパーティーの唯一の欠点といえば。まあ、けど仕方ないことだ。これが見かけを使うものの末路ということです。はい、そしてここも余裕で、で俺荒木くんにダメージ上限完全だだだダメージ上限解放つけてるんですけど、なかなか発動しないからね、つけなくていいと思う。お邪魔、 こういう時のお邪魔降ってくんな、つけといた方がいいかもしれません。でここは見かけの強み、追い打ちがあるので、おめえのその腐れたあれは効かねえよと。こいつも一撃でいければありがたいのだが、いけるか。おっとっとちょっと怖い場所行ったね。あっぶね。で攻撃力激減なんだけど、ここにあったんだけど溜まっちゃってんな、なんかが。あれこれやばいか。ちょっと待ってよ、ここ今6ターン目か。うう、そうだね、そうですね。やべ、完全に盲点だった。そっか、うう、あれこれ激減何パーセントだ。 0.25 倍。あれ俺負けた。これそっか、エンハンスないからこういうの。やべ、ちょっと欠点見つけちゃったわ。エンハンス必要ですね。うん、ちょっとこれまずいかもしんねえな。いけるか。ちょっとこれ負けたらちょっと組み直さなきゃ。やべ、すっかり盲点だった。そっか、そっかそっかだ。そっかそっかのホットモットですわ。うわ、完全に盲点だった。そうやんけ、そうやんけ。あ、ちょっと消えないでいく。そっか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 。てか10ターン耐久、あ、ダメだ、10ターン耐久なんてしちゃダメだ、殺されるや。うわ、マジで盲点だったな。エンハンスが必要だ。ちょっとこれ、まあどうせここやられるでしょう。うん、やられるよな、どうせ。どうせやられるでしょう。うわ、マジで盲点だった。しかも闇が3つないけど、
まあ、ここ突破できんねえよな。あ、できるんだ。あ、できるんだ。じゃあちょっと話変わってくんな。アップでお前ならちょっと大丈夫でしょ。先生ないよな。うん。うわ、そっか。失念ですね。これあと8ターンか。しかもここ闇がちょっと少ねえな。ここ5条1回打っとくわ。こいつロックしてきたっけ。やべ、忘れてる。忘れてるけど、まあいいでしょう。人生忘れることも多いと学びました。いやけど完全失念だったね。あーった回復してね。回復来て、回復来て。あ、普通に忘れてたや。攻撃しないでくれる。うんですね。ちょっとエンハンスつけてくるわ。よし、戻ってきた。でここでバーサーカーの武器を貯めてきたんで、まああれを食らっても大丈夫です。でここ一発でいけんじゃねえかな。ちょっとやべ、考えてなかったけど、いけるか。ちょっと闇がこれ、でこれで一発でいけんじゃね。あれ、あー、ぶな。ちょっと2コンボ、そっか、2色以上するの忘れてた。こういうことがあるからちょっと怖えな。前普通に行くか、堅実に。せっかくバーサーカー武器も貯めてきたしね。ここでいつもがやっぱり一番だから、普通が一番ってことですよ。はい、これで、え、あ、そうやん、水はダメやん。そうだ、このパーティー水がねえんだ。何をやってんだ俺は。脳が溶けている。ならば、溶かしてしまったのならば生やせばいいじゃないと昔のお偉いさんも言っていました。でここが闇になったらいけますよと。マジでいいね。体力少ないってのが逆にいいわ。回復激減食らって、ああ、よかった。一瞬走馬灯が見えたぐらいにはあれだったけど、よかったな。なんとか間に合った、間に合った。よし、それで2色以上だから木をくれ。道場いらねえから金よこせ。同情するなら金よこせ。はい、これで余裕の突破で、ダースベイダーやっぱ強えな、こいつ。火力が、バの字です。火力がバの字。ほう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 。ルーレットはマジでありがたいからな。見かけになんか溜まっちゃうけど、まあ、いっか。ルーレットが本当に逆にありがたいわ。今までだと、クソだかったけど、マジでルーレットを作ったやつをどうにかしてしまいたいぐらいにはうざかったけど、今だとルーレットが逆にあってほしいもん。ルーレットがない時には闇が急遽作りづらいからね。はい、めっちゃいい調整じゃん。しかもそんなもん聞くと思ってんのか俺に。今の俺にはそんなもの、そげいなものは聞きまへん。今の俺に聞くと言ったらそう。逆エンハンスというものだな。はい、それでもってこれでぶっ倒す。いや、追い打ちってのがあるのが最高に良い。金もうめえ。はい、来た。こいつが来たからにはもうお前は終わりってことだよ。ううう。あ、はい、五条悟る。こういう時に便利。ここで五条打って、で、ここでバーバラじゃなくて誰だっけ、ハトラーだ。バトラーか。を
使っての、うわちょっと順番逆だったかって思ったけど全然いいな。で3ターンなんで、ここはまず何があっても一発で突破したいというところであるので、ところであります。安倍総理にも出演してもらってから、こいつはこれで抜こうかな。ちょっと光3色コンボしてねえけど、まあダースウェイダーの火力がすごいということで大丈夫でしょうと。ほら3色攻撃しないと50サトルは火力全然出ないんで、前色があった方がいいんかなって思ってたりしてたけど、こいつが来たか、めんどくせえ、めんどくせえな。一番嫌なの来た。でこれは右上のルーレットが水になったら行こうかな。はいと、はいはいはい、はいはいはいとして、はい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 、で闇をもらって頂戴しての、あで火をはぶるるはぶるるる、忘れてた無効貫通の存在。あれ無効貫通しなくてもなかなか削れんな。で見かけに変なのが溜まっていったけど、まあいいだろう。じゃあこれ別に無効貫通する必要ねえな、こいつ発狂ねえし、適当に組んで削っていくか。闇をくれ、オラに闇を分けてくれ。で回復も欲しいなって思うんだけん、あ、二色以上してないな。ちょっとめんどくせえな、二色忘れちゃうな。俺の頭に叩き込んでくれ、二色攻撃をしろと。キルアのように電気を使って俺の頭に電気信号を流してくれ。あ、ちょ、闇をあと一個よこせ。よこした、回復してね。やばいか、回復という文字を忘れていた。頼む、ちょっとすいません、回復するの忘れました、もう一回行きます。はい、戻ってきましたと。いやここまで来るのにねちょっと時間かかっちゃった。なぜなら俺が純粋なるミスを犯していた。俺見かけ使うのね今回で初めてなんですよね。だから闇の3コンボと2色をちょっとねよく忘れちゃうんですよ。で俺の記憶力のなさが原因でこうなってしまっているので、本当自分を憎みましたね。今までで一番憎んだ自分を、本当に腹立って自分の顔面をぶん殴ってやりました。嘘ですけど、まあそういう嘘は置いといて、これは普通に突破できると思うから無効貫通はいらないね。で使っててね、ダースベイダーね、何がいいってね、闇の十字があることです。はい、彼には闇の十字があります。そういう強みがある、だからこそちょっと、いやだからこそのダースベイダー、だからこそのアナキンスカイウォーカーということでしょうか。さて行きましょう。回復するのを忘れてしまいましたが、これは耐えれるのか。 OK。てか今思った、次先生あったら終わりじゃね。でここ、うーわマジかよ、ルーレットクソうぜえな本当に、てめえよ、でもなるようになるしかないやんこんな、マジでよ。はい、ちょっともうこれで許してくれませんかね。しかも落ち込む向こうあるから、もう死ね、ぶっ飛ばすぞ。もう、あ、けど行ったのか。じゃあ、見かけ使って、はい、最強と見かけ。はい、見かけ。で、闇の3コンボ忘れずにと。中に、1個、2個、3個、4個、5個。1個、2個、3個、4個、5個。1個、2個、ん?1個2個3個4個5個、
1個2個3個4個5個と。なるほど。1個2個3個4個5個だよな。でちょっと火もコンボして2個しないといけねえから、あ、もうどうにかなってください。はい、すいません。ということで突破していく。さて10回誰か来る？竹三日ず結びと。はい、ここでベリアルを貯めていたのでベリアルを使って回復。ふう、難しいねこのダンジョン。面白いじゃねえか。ちょっとで押して、はいと。で、はいとして、まあ、これでいいでしょうと。これでどんくらいいく？半分はいくでしょうと。いかないね。マジか。そしたらばですよ。これはちょっと、全力でいっちゃダメだね。闇をまず3コンボしての、ちょっと早くしてよねえ。待ってられないよお兄さん。で回復作りのして、まあこれでお願いしますよと。まあこれでそんないかないでしょう。五条もそんな出ねえしな。うん、オッケーオッケー、めちゃくちゃいい調整。はい、しかもルーレット作ってくれんの君。マジかよ、こいつもう。今褒めたばっかだろうがよ。え、あと7ターンもこれで過ごさないといけないの？けど 5.25 か。ならなんとかなりそうな秒数ではあるな。俺でもいけそうな秒数ではあるけど、闇が盤面に9個ないとやばいかもしんないな。うん。ちょっと早く溜まって。神結びが来ていくが、うう、こいつら連続で俺を殺しに来てやがる。どうする。2、4、6個か。仕方ね、ここも一回打って一発突破しかねえな。これ一発突破しかないけど、これいけるかな。西ロハと、無効貫通は組めないと。いや、組めるな。行こう。いや、無理だな。無理です。はい、無理です。ちょっとこれで、半分いかないか？いかないね。秘宝終わった。終わったんだが。え？あれれ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 ？てか、なんで荒らぎ溜まってない？だな。これは積んでです。はい、ちょっと無理かな。俺にはまだ早いということか。神秘の次元だって勝てないもん。そういうことなんだな。そういうことだったんだ。
俺にはまだ早いということですかね。ただ半分行ってなんかちょっとおかしな行動してきてくれ。はい、半分も行かねえ。ぶっ飛ばされてんのかなてめえこの野郎。もうふざけんなよ。はい、ここまで来ました。いや長かったね。マッハがけどめんどくさいんだよな。一番来てほしくないキャラが来たから、ここはもう頑張ろうとしか言えないね。ほんとこいつね、リーダーチェンジしてくるから、それもなかなか質の悪いねリーダーチェンジをしてくるんですけど、ここで半分は行ってほしいな。今3ターン取っちゃったからあと3ターンしかない。うー、いやけどいけそうだね。うん、全然いける、全然いける。で闇は絶対に3焦げし、あちょっと、はい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 、闇これで多分半分はいくでしょうと。はい、行くよな。これで半分は行かなかったら俺の計算が来る、このデータのなぁと言われて。 OK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 、 はぁ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 、いやまあこれは普通に行けると思うから普通に組んでいこうか。はいと、はいと、まあ一応あれするか、闇4個するか、贅沢下死しちゃうか。あ、まあこれで、はい、オッケー。でこのパーティーね、あれですね、あ来たボス、パーティーが来たから、こいつを余裕でぶっ倒していこうか。うわ、無効貫通か、それは聞いてないよ。俺が人生で一番嫌いな無効貫通が来たわ。ほんと嫌だな、無効貫通。んじゃあそうだな、ゴズサトル打つか。うん、ゴズサトル打ってから挙手切ってからの見かけ打とうか。これで無効貫通を組んでいこう。まあなかなかいいあれにはなるんじゃないか。で木もらって、あれ、ああもらって、でここに闇組んで、ここにも、うう変わっちゃった。まあまあまあいいでしょう。でこれ闇残せばよかったな。で五条悟も完走いかねえか。まあそりゃそうだよな、あれやっちゃったもんだ。なるほど。けどこれは多分15億でしょ。そしたら こいつロックしてくんのかよ。土地来るぜ、狂っちまうぜ。はい、心はねクールにいきましょう。どれほど熱くなっても、あーちょ危ないね君ね。はい、これで半分いくんじゃないか。あーなるほど、つまずいて転んでこんなダメージ受けるわけねえだろ。おめえつまずいてねえんだよ、自分の失敗をな、認めな。まあ、半分までは行こうか。けどどうしようこれ。突破したいな。けど、無効貫通組めないからな。ドロップが少なすぎてな。てか普通に、やばくないか？いや、大丈夫だ。こっから確か3、2、1だから。だよね。まあ、これで半分以下。うぅ、よかった。これちょっと危なかったね。こっちの見かけがあと1ターン。
じゃあこれちょっと闇もらうか。うん、ここやった方がいいな。でこれこうして闇になったらルーレット使って、うわっ貴様。うん、これでじゃあ行こうか。ちょうど光だしね、クソいい調整してんじゃん。俺はこれを見越してパズルを組んでいたのかもしれない。で、闇をね、頂戴いたしますよ。頂戴いたします。まあ、これでいいか。あ、3色消してないな。それ、五条悟が本当に3色消さないと火力が出ないけど、まあ、いけるな、これなら。3、2、1、5だもんな。3、2、1、5、シューだから、まあ、いけるでしょう。でそこが闇になったら突破しよう。いやこれ闇もう一個もらっとくか。はい、これでこれ突破できたんじゃないか。あはははまあまあまあ地道に削っていこうか。まあこれで勝てるのならば地道に削っていくという戦法も悪くはない。やっぱ人もそうなんです、成長するには日々の積み重ね、それが大事なんですよと。さてこれで行ってくれ。ルーレットもなあるからな。見かけ4段って強いねやっぱり。はい、オッケー。あわわわ、私じゃアルバード来た。うーわ、あれこれは大丈夫なやつだっけ。闇と水のやつが吸収だっけ。いや、わかんねえ、忘れちった。え ?7 ターンもんの。ああ、なるほどね。こいつは7ターン以内に殺せってことか。え、半分過ぎたらけど、こいつ攻撃ターン変わるとかあるかな。まあ、いいか、普通にさっきと同じ戦法でいくぞ、俺。で、ここで御影撃って、そこにルーレット作っちゃうのはちょっとな、うまくねえな。うまくねえけど、俺がうまくしてやるよ。はい。んで、闇ちょうだい。ああ、間違えた。木だ。はい。んで、光も欲しいなってね。思ったり、思わなかったりだけど、まあ、ここで、行くか。これで、え?いやいや、兄さん。おい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 。おいおいおい。え?これ。マジっすか。でこれ多分水があれだから、えこれ、え嘘、無効貫通、こいつ体力なんぼや。1234ターン持ってるんだぞ。なんでや。まあ仕方ねえから、これまあもう吸収ないと見越してのこいつ撃つか。お前は吸収ない、覚えたな。俺はそう言ったからな。お前は吸収はないんだよ。いや、あってはならないんだよ。お前は吸収なんぞ持つな、バカが。ちょで、もうこドロップ操作は1分もあるから大丈夫です。どんだけ下手でも望みのままに組める。で、木をもらおうかな。うん。木をもらって光を頂戴いたして、ここでも闇もらって、くぅ、こうするか。で、光ももらおうか。はい、光。はい、光。んで、ここが闇になったら、こうしよう。え、これでどんぐらいいく?火力乾燥してるよな。え?いや、待ってよ。1、2。1、2、3、4、5。ギリギリいける距離だな。うん。で、指は長い。ならばいける。どんなに下手でもいける。ここでもう一回組んでって、はいと。
で、そこを闇を組みたいから、早くよこせ闇を。闇、あ、闇ください。ありがとうございます。で、ここに木組もうか。そう、1分間あんだから流暢にやっていこうよ。そうすればいいじゃないかと。そんなに気にしなくてもいいのではないかと。で、光もらおうか、光もらおうか。で、光もらって、闇も欲しいな。いや、まあいいか、これでもう一回行こう。多分カーストワーズ絶対するから、2倍エンハンスもあるしね。ああ、ギリギリいけそうだな。で、ここはどうしようか。見かけ撃とうか。まあ撃つしかねえな。で、そこかい。なるほど、なるほど。で、ここを右側に無効貫通組んで、で、俺のミス、ヒューマンエラーがなければ、ここで、ちょっと、早く早く早く。ちょっと怖いからね。OK! これで、まあ、これもカンストいくでしょうと。怖い。いや、ナイスです。ナイスっすっす。ナイスっすっすしてるから、こいつが。どうしよう、荒れた時に。こいつでよかったな。けど、少ねえな、ドロップが。今日使って、で、大丈夫か？使ってもいいな。使おうか、これ。ザ・土下座がある使って3倍エンハンス。はい、で、ここで闇もらって、闇をもらって、闇もらって、闇もらって、闇もらって、また闇もらう。で、また闇もらって、で、3色消さないと、ゴズ・サトルが軽く、あ、ちょっと怖いことしてくれ。あっ、ぶね、一瞬切れだ。ちょっと UBS 触っちゃった。オッケーオッケー、これいったな。ならば俺の勝ちだ。ここでミカゲン打って、で、お前本当に男か女かはっきりしろやな。そこについて語り合おうや。お前が男か女について、そこについて俺は語り合いたいよ。てめえとな、見かけ。んで、ここで、こうだね。で、木になって、オッケー。これで突破したろ。いけ！俺の見かけ！オッケー、勝ったー。いや、強いね、見かけ。ニカゲも強いし、ダース・ベイダーも強いよ。火力めっちゃ出るからね。さて、何が落ちてくれたかな？てんてんてん。オッケー、アルバート持ってねえけど、来たー。なかなか、いいんじゃないか、君。じゃあ最後にパーティー紹介しますね。ですね。まず自分のニカゲに、ファガン。ファガン武器つけてます。これ、チーム体力強化と、スキブと雲耐性があるんでつけてますね。で、遅延耐性、これ必要です。はい、まあ必要かどうか分かんないけど、僕は必要だと思っております。で、ダース・ベイダーにバドラーだっけ、ハドラーの武器ですね。闇ドル強にこの火水闇火薬ドロップでダメージ吸収と属性吸収を無効化で、こいつは火力が出ると思ったからダメージ上限完走で、あと十字消し攻撃持ってるから、こいつでね、誰だっけ、スピカの階層に出てくる光のやつ、あいつを対策できるんでいいです。で、拡張覚醒は言わずもがなの実行目標化。こいつこっちも強いんだけどね。こっちめっちゃ良くない？たこ焼きがめちゃんこある。
はい。で、アララギは、聴覚性はスキルブーストプラスで、誰だこいつ、あ、そう、バーサーカー。フェイトコラボのバーサーカーの武器ですね。L 字強化に、L 字攻撃に、エンハンスが必要だと思ったんで、エンハンスつけてます。めっちゃ良かったわ、こいつ。ありがとな。で、上限カーストなんだけど、これ、上限カーストじゃなくて、お邪魔ドロップ振ってくんだ体勢でもいいと思います。で、ベリアルには、五条悟る武器。俺がいつもお世話になってる武器だね。暗闇耐性と、スキブで、ダメージ無効化と、初ターンで威嚇打ちたいんで、あと無効化もあるんで、これぶっ刺さりですね。で、なんだこれこれ。毒振ってくんだか。で、最後に、五条悟る。こいつね、やっぱ強いね。で、俺これ八九時の武器つけてんだよ。あの化け物語コラボの。これが俺のチーム、ですね、スキル封印耐性が普通に持ってるやつらが 2個しかないんですよ。なんで、まあ、これ唯一のスキル封印武器3つ持ちなんだけど、まあ、持ってない人はこれ組めないね、多分。持ってる人はこれを武器にしてつけるといいと思います。2ターン目に回復力と操作時間短縮してくるんで、これも2ターン目に打ってぶっ刺さりです。はい。で、フレンドさんの見かけなんだけど、ですね、ハクの武器つけてます。つけさせていただいていました、ハクの武器を。ハクの武器はあそこで打ちます。フレンドさんの見かけは貯めて、誰でしたっけ、あ、高見結びの階層で撃ちます。なんでそこまではフレンドさんの見かけは貯めといた方がいいと思います。で、バッチはドロップ操作ですね。あのサリアが来た時にめんどくさいんでって感じですね。いや、勝ててよかったわ。今回自分で考えたんで、皆さんもね、真似して勝ってみてくれよな。